委任の規定の順用第1020条第654条および第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について順用する。遺言の執行に関する費用の負担第1021条。遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とする。ただしこれによって遺留分を減ずることができない。第5節、遺言の撤回及び取り消し。遺言の撤回第1022条。遺言者はいつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができる。前の遺言と後の遺言との定職等第1023条。前の遺言が後の遺言と定職するときは、その定職する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。第2項前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について順用する。遺言書または遺贈の目的物の破棄第1024条。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様とする。撤回された遺言の効力第1025条。前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され取り消されまたは効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただしその行為が詐欺または脅迫による場合はこの限りでない。遺言の撤回権の放棄の禁止第1026条。遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができない。負担付き遺贈に係る遺言の取り消し第1027条。負担付き遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合においてその期間内に履行がないときは、その負担付き遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。第8章遺留分。遺留分の帰属及びその割合第1028条。継定姉妹以外の相続人は遺留分として次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 1. 直系存続のみが相続人である場合、非相続人の財産の3分の1。2. 前号に掲げる場合以外の場合、非相続人の財産の2分の1。遺留分の算定第1029条。遺留分は非相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除してこれを算定する。第2項条件付きの権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従ってその価格を定める。